こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3の広角撮影でどれぐらいの範囲が映るのかという話です。実はね、ドワーフ3で広角撮影を昨日やってみました。オリオン大星雲をだいたい中心に置いて撮ったんですけれども、オリオン座がね、ほぼ頭から足のあたりまで入ってましたね。下の方にはプロキオンも映っていたりとか、バラ星雲らしきものが映ってましたね。広角撮影の楽しみがドワーフ3で広がりますね。Google Pixel 9 Pro XL でもね、昨日はオリオン座などを撮ってみました。この2台のね、画角対決を今回はやってみたいと思います。Google Pixel の方がはるかにね、広い範囲撮れます。縦で2倍、横で 1.5 倍ぐらい。面積で言うとね、3倍以上あるような感じでした。Google Pixel 9 Pro XL はね、天の川全体を撮るには非常に適した画角ではないかなと思います。それに対して、ドワーフ3はですね、天の川の全体を写すというよりは、天の川のね、中心部などをクローズアップして写すにはちょうどいい画角ではないかなというふうに思いました。Google Pixel 対ドワーフ3の画角、この後ね、ご覧ください。どうぞ。いかがでしたか？ Google Pixel 9 Pro XL ではね、冬のダイヤモンドがだいたい入りそうな画角で撮れてましたね。はい。それに対してドワーフ3は、冬の大三角をうまく画角を調整すれば入るっていう感じですね。冬の大三角撮るならドワーフ3。冬のダイヤモンドを撮るならGoogle Pixel 9、8でも7でも撮れると思いますが、撮って出しの画像だとどうしてもね、この街中で撮ると、Google Pixel 9 Pro XL はね、少し白っぽく映るので、もっと暗いところに行って使った方がいいような感じですね。はい。ドワーフ3の方が、原因を変えたり、露出時間を変えたりすることができますので、微妙な調整ができるっていうのがいいかもしれませんね。広角撮影で撮るときにはね、EQ モード、赤道儀モードで撮った方がいいと書いてありました。昨日はね、露出時間を60秒で撮ったので、少しね、星が流れるんですけども、ゲインはね、10で設定をしました。露出時間60秒でゲインが10で設定してくださいというふうに、オンラインマニュアルに書いてありましたので、その通りやってみました。で、本当はね、ダークフレームを撮ってからやった方がノイズが消えてくれるんですが、昨日はね、夜中の12時近くに突然晴れてきたので、そこまで設定はしていません。本来はね、赤道儀モードで撮れば、60秒の露出時間でもね、星が流れることなくもっとね、天像がくっきりと映るんでしょうけれども、昨日はね、赤道儀モードを使うところまで行きませんでした。いろいろやってみたんですがうまくいかないので、とりあえず軽大モードでもね、ちゃんと広角撮影できますので、赤道儀モードの設定
マスターしなくてもね、なんとかなりましたので、参考にしてみてください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。えい。えいと。